んにちは。2023年11月20日です。道の駅向川四季の館まで、やってまいりました。今日はここで、車中泊をさせていただこうかなというふうに思います。キャンピングカーの泊まるエリアもあります。そして温泉施設もあります。天然温泉ですね。ホテル、そして、物産展、それからトレーニング施設、それからプール、貸しホール、図書館、などが揃ってます。本当にここに来ると全部揃っているような感じですね。ガソリンスタンドありません。近くにはスーパーマーケットがありますので、そこで食材を買うことができますし、コンビニエンスストアもあります。まあコンビニエンスストアまで 1キロぐらいですかね。あ、1キロなかったかな。1キロぐらいですかね。そのぐらい行けばそこにまあガソリンスタンドもあるんで、ほぼここで全ての用は足りるような道の駅になってます。久しぶりにここに泊まらさせていただきました。車を作った時ですね、この車中泊さ作った当時はですね、ちょっと泊まりたくてですね、試して泊まってみようということで、ここまでわざわざやってきて、ここで寒い思いをしながら、車中泊した、記憶があります。まあ今ではもう本当にどこでも、まあ道の駅だけなんですが、車中泊をしながら、ぐる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 北海道を巡らさせていただいてまして、なかなかいかったなということを思いながら、そして、車の運転しては何を喋ろうかということを考えながら、この晩秋の北海道は、ああいいな、綺麗な風景だなということをキョロキョロ見ながら、そしてカメラを常時こう、路面の状態とか前の風景を撮りながら、そして、目的地に達しましたら、ここで一眼レフを出しまして、これで、まあ、静止画を撮るということを、繰り返しております。車の中でも何を喋ろうかということを考えてですね、この向川四季の館までやってきたんですけど、大した喋ることはないかもしれませんね。まあとにかく快適なドライブだったということです。途中自動車専用道、走ってきてすぐ、降ります。この専用道、この辺はだいたい100キロ出せますね。向川から向こうの日高の方にはえりも岬の方には80キロ規制になるんですが、苫小牧から向川までは、100キロで走ってくるんで、かなり快適な、高速道路、しかも無料で走れるぞということに、なって、走って、参りました。交通量の方は、少ないですね。ですが皆さんもうスタートレスタイヤに取り替えてるんじゃないかなと思いますので、安心しています。まあレンタカーの方はもう当然スタートレスですね。あとまあ、外国の方がの運転がちょっとおっかないんですが、まあ雪がなきゃ大丈夫ですね。雪があった時はちょっとおっかないですね。ですので冬道のレンタカーが走ってきたら、あ、これは危ないぞということで、気をつけて、車間距離を置いて走るようにしてますが、今のところはまだ那須田の夏の気分が残ってますんで、皆さんスピードも速いですし、まあ、車間距離は短いです。それから北海道の標識ということは、これ冬のスピードに合わせてございます。ですんで、あ、なんでこんなとこは40キロなんだと思いますけど、まあ、実際冬の間はだいたい40キロちょうどいいですよね。法定速度ちょうどいいですな。その間ですともうちょっと出せるなというふうには思うんですけども、あくまでも冬のスピードにこの標識、道路標識が合わせてあるということを、理解いただいて、そして北海道のドライブを楽しんでいただければというふうに思います。食べるものもなかなか美味しいものがまだありますね。まだあります。もう少し経ちますとだんだんなくなってしまいまして冬の食事になって、まあお正月の年末年始の食事だなということですが、まあ海産物の方は今ホタテがかなり余ってます。値段も安くなってますんで、ホタテを食べられるのがいいんじゃないかなというふうに思います。別に無理して中国にホタテを売らなくていいですよね。日本で消費すればいいんですし、冷凍技術が発達してますんで、どんどんホタテを凍らせておけばいいし、また貝柱ですね、そういうものを乾燥したもので、保存できればというふうに思ってますが、まあ、売る先が、売るとこがないというのは一時的なもんで、まあ、そのうち、日本国で消費する国民の GDP の消費は約6割が、6割は日本国民が消費しているということです。あとの4割は輸出関係ですね。ですので、消費が拡大すれば、日本の GDP もだんだん上がってきて、今 GDP は国内で、もう、第4位ですね、世界的には、ドイツに抜かれましたね。まあ、今までは、技術の日本、そして、商品を生み出す、製造する日本ということだったんですが、だんだん中国の方に行ってしまって、本当に今は観光立国ですね。観光立国ということで言えば、観光で観光の方がたくさん来て、しかも円安ということは国の国力が弱っているということですよね。これが円高になってきますと国の力が強くなっているということで、ああ、日本国頑張ってるなということなんですが、これ円安が続いてますと、本当に日本国っていうのはもう本当にだいぶ弱ってきてるなというのは実感してますね。日本国が弱ってくるから、人が増えず、
少子化になってきてます。まあ、日本国が強くなれば、だん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 、物価の上昇とともに賃金も上昇し、円高になってくるということですが、今のところは固体電池ですね、車で言いますと、固体電池がヒットしてくれれば、最先端の自動車をまた日本国が作ることができるんじゃないかと思いますが、電気自動車のところと火が出たりなんかいろいろ危ない面があって、今ほとんどあんまり電気自動車は売れ行きが鈍ってるということのようですが、トヨタが開発している固体電池が実用化されれば、どん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 急速充電、本当に1分か2分で2分ぐらいで充電完了するみたいですね。今ですと本当に30分だ40分だ60分だっていうふうに時間を待ってられませんよね。しかも電気充電スタンドが少ないということですので、電気自動車の方の普及もかなり遅れてるんじゃないかなと思いますが、できるだけ日本いろんな技術立国日本ということで、立ち直っていただければというふうに思います。本当に技術力がなくなってきましたね。この前レーダー探知機買ったんですが、日本で作ってますよってデカデカと書いてましたね。それ書いてないものは全て中国だと思いますが、日本で作ってますよというふうにある程度改めて書いてるということは、それだけ日本でメイドインジャパンが貴重な製品になってきてるんじゃないかなと思いますが、ある意味安心して使うことができます。日本で作ったものは日本で消費し、ということで、技術立国として、観光立国もいいですけどね、観光をやっててもやっぱり、技術力ですね。それを日本は身につけていかなきゃいけないんだな、ではないかなというふうに思ってます。また、防衛のほともですね、前の国、3カ国も4カ国もですね、共産圏で世界的なルールを全く無視するような独自の、独裁国家ですんでね、その独裁国家に周りが囲まれている日本、これ軍事力を強くしなきゃどうするんだというふうに思いますけどね、平和憲法があったから、やってきたかもしれませんが、ちょっと平和憲法もどうなんでしょうか。あまり政治のことは申し上げたくありませんが、いろいろ、考える面があるかなと言いますが、できるだけ、日本国内のものは日本国内で作り、日本国内で消費しということを、していって、海産物の方も日本で取れたものは日本で消費するんだというふうに、島国ということでやっていけばいいんじゃないかなと言います。今回のドライブもですね、こうやってキョロキョロキョロ見ながら、いろいろ考えながらですね、ラジオも聞かずロードノイズとエンジンノイズだけでムーッとしながら、考えながらドライブしてくると、いろいろ、お話もできるんじゃないかなと言いますが、本当ことは、いろいろこう、政治の時のこととか話したいですけどね。このチャンネル、孤独のドライブということで、ドライブ動画ですんで、ちょっと、ジャンルが変わってくるんじゃないかなと思いますが、ジャンルの変わったことを言えば、死ぬと科学の融合だということで、いろいろうだうだ言ってますが、それはそれとして、安全運転にも関わることですし、いいかなというふうに、思ってまいりました。前の動画でもお話しさせていただきましたが、今の車は最新のエレクトニクスをついてますんで、いろんな付属品をつけると、漏れ電波、ノイズ関係で、いろいろ動き的、作動的に動作的にうまくいかなくて、して高額な修理がかかるということだけ頭の中に置いていただいて、できるだけ標準で乗られるのがいいんじゃないかなというふうに思います。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。よろしければチャンネル登録、別チャンネル RGY の方では古い撮ってますので、よろしかったらご覧ください。失礼いたします。